この番組は株式会社スタジオ AS の提供でお送りします。こんばんは、ソウルキッチンです。わー、本日はですね、シンガーソングライターのはるかさんにゲストでお越しいただいております。よろしくお願いします。はい、これあのニコニコ見てる人は見えるかな、年齢も公表大丈夫ですね。はい、大丈夫です。はい、はるかさん、東京都出身、1988年11月12日生まれ、さそり座。はい、さそり座です。俺11月9日なんで、さそり座なんですよ。シンガーソングライター、ギタリスト。15歳よりエレキギターを始め、19歳でメジャーデビュー。はい、2枚のシングルをリリース後、活動休止。5年間の休止期間を経て、2013年、2年前ですね。はい、自主レーベルでの活動を再開しましたと。日本語、英語、フランス語を話し、すごいな。ありがとうございます。海外でも活躍中。2014年10月にはハンガリーブダペストにて2000人規模のイベントの出演。わー、パチ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 ということで、ついこの間、うん、スペイン、はいはい、闘牛しに行ったらしいですよ。いや、そうやないやろ。ライブです。ライブしに行きます。ライブをしに行ったらしいですね。すごいですね。ありがとうございます。まあ今日はですね、そのはるかさんの音源を持ってきていただいたので、喋り7割、曲3割ぐらいで、はい、ね、曲もかけたいと思いますので、お楽しみに。ということで、まず自己紹介を軽くお願いいたします。はい、東京出身のシンガーソングライターのはるかと申します。ご紹介さっきいただいたんですけど、一度メジャーデビューをしていて、それから5年間、はい、活動を休止していました。ただもうちょっと自由に音楽をやりたいなと思って、うんうんうん、2013年に自分のレーベルを立ち上げて、それで今は自分で活動してます。はい、なるほど。5年間、5年間休止って結構長いよね。うん、長いですね。そうです。うん、何があったのか初めに読んだ時思ったね、いろいろそのちょっと、まあ大体ね、メジャーデビューしてフリーになる人って、まあ、いろんなパターンが考えられるんですけどまあいろんなことがね、うん、なんかこの人もメジャーデビューすることになってこれ話しても大丈夫かな。全然かまへん。でちょうどその時に子供ができたんですよ。へー、そうなんですか。そしたらビークいやいや、やめるって言うてん。やめろって言われたんちゃうの。やめるって言うてん。あ、子供できたから。子供がな、うん、生まれる予定日が1月7日やってん。うん、全国ツアーのリハやってる。全国ツアー始まるのが12月の中頃言われたんやったん。いや、それもう、それも2、3週間後に予定日やん。そこから全国ツアー始まりますっていうのが分かった時が子供できて。まずいよね。ほんのちょっとやん。で、どうするって言われて、いやいやいや、もう子供産むからやめるわ潔い、うん、バンドで、バンド、ラテンバンド、女の子ばっかりのラテンバンドで、出さない、まあ、名前はちょっと出されへんけど、うん、結構有名な、有名有名、うんうん、そうそう、いや、もうそのね、うん、いや、どうするっていう話をしてた時に、はいはい、うん、石井光雄、この間亡くなりはったんやったかな、うん、オフィスうん、すぐやってん、そのうちいた事務所が、うん、その深刻な話してる時、石井光雄亡くなりはった、うん、彼の喋り声がよその部屋やのにもう彼の喋りがものすごく聞こえてたの覚えてるわ。そうすか、うん、まあ一応ね、彼女もその当時からね、ずっと、はい、まあ、メジャーの裏側も知っているということそのあたりをこう見てる人、聞いてる人にね。どんな感じの活動だったんですか、最初は。そのメジャーの時ですか。そうですね、まあ、普通にというか、シングルを2枚リリースして、うん、はい、まあ、アニメの主題歌に1曲は使っていただいたんですけど。どういうアニメでしょう。ブルードラゴンっていうアニメのオープニングテーマを半年間、そのデビューシングルで使っていただいたので、それはラッキーだったんですけど、あとはまあ、うん、そうですね、ライブとかはなく、うん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 、いろいろいざこざがありながら。若かったでしょデビューの時って。19歳か。そうですね、19歳出したので、まあ、作ってたのは
17、18とか。ああ、そっか。そんなもんです。じゃあ何も知らん子供やから、だまくらかして、ちょっとね、有名になるからいいでしょうぐらいの勢いでやられたっていうことですか。それは、まあ、暴れ馬だったっていうことですね。こんなんじゃ私は許さないわ、みたいな。うん、で、やめたと。はい。うん、お察しの通りです ね。暴れてやめたと。え、その5年間の間はどういう、全くやってなかったんですか？全くやってなかったですね。で、大学に通いながら、まあ、デビューしたので、とりあえずちゃんと卒業しようと思って、はい、大学に普通に通って、まあ、その後ちょろっとお勤めして辞めて、で、まあ、あのお金も貯まったし、また活動しようかなと思って。すごいな、こう設計がすごいな。すごい、ね、俺その間金できてもパッと言うあっという間なくなるよ、うん、私もそっち。なんかご飯食べに行こうかとか、これ買ってみようかとか、うん、使いませんカメラ買ったりとかしてしまう。えらいな、すごいな。5年の間やりたいやりたいとかなくて、今はこれをやるべきみたいな、仕事しようとか大学とか。うーん、そのメジャー自体が大変は大変だったので、ちょっともうあれは勘弁と思って嫌気がさしてた部分もあったんですけど、で、まあそろそろいいかなって思ったのが5年経った時だったっていう感じです。なるほどね。今まあ、ラジオを撮りながらですね、これニコ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 でこう配信しようと、はい、ラジオの視聴率よりニコニコの方が見てる人多いだろうっていうことになって、なるほど、今そこでリーフレットを写してます。はい、思いっきり、そうですか。お父さんとかお母さんとか応援してくれてるんですか？まあそうですね。ただいいよ、いいよかったね。中学生の時に音楽始めたので、うん、その時は結構厳しい学校に通ってたので、うん、で私はその学校を辞めて、うん、別のところやめて別学校に移って活動してたので、もう勝手にしなさいっていう感じでした。あ、まあ、今はけどね、ここまで海外まで行ってとか英語フランス語喋れるようになってるっていうことは、うん、多分応援してくれてるでしょう、うん、まあ大人なので。そうだよね、自由にっていう感じです。最初その音楽やろうとしたきっかけって何ですか？最初もともとピアノを習ってたので、うん、はい、まあ、クラシックのピアノなのでちょっと違いますけど、うん、はい、それで音楽には親しんでいたんですけど、うん、中学の時にこうだんだんロックとかを聴き始めて、うん、で、はい、一番好きだったのがシャムシェードっていうバンドだったんです。ですごい、それでハードロックとか、そっちに流れてったんだ。うん、そうですね、そっちに流れてって、ギターもやりたいなと思って始めました。うんうんうん、シャムシェードってドラアニメの主題歌ってすごい売れたよね。うん、そうですね、あの曲忘れたけど、この間再結成してライブやってて、はい、何気に あれいいなと思って、その曲だけやけど、うん、ミーハーなんて全部知ってる。結構ね、そうか、すごいな。いや、すごいね、学校辞めてちゃんと打つって、うん、で、ギターをやるためにですよ、うん、俺なんかドラム叩くために学校行っても部室にこもって授業でんと帰ったっていう。でもいいですね、部室があってできるっていう感じ。中学ドラム叩きたくて中学校でプラスバンド入って。あ、そうなんですね。でパクったバイクで走り回ったりとか、わけのわかんないことばかりやってて、普通の高校はもうお前内申書書いたらへん言われて、で高専っていうね、5年生の学校に、はいはい、そうするとね、やっぱり5年生までいるから、はい、うん、その部室とかちゃんとあるんですよ。へー。で吹奏楽部に入って、朝行ったら部室行って、うんうん、で4時ぐらいまでずっとドラム叩いて帰るって何時間パックみたいな感じ。ほんまやスタジオやな。スタジオですね。そういうことばっかりしてたんですよね。で、やめて入り直したりはせんかったな。うん、初めて聞いたな。そうそう、18歳になってね、で免許取って、うん、で大阪の前科2犯のドラマとこ行ってこうずっとローディーをやってたんですよ。うん、そうなんですね。うん、
そうですか。まあ今日はね、その音源をまず皆さんに聞いていただこうということで、うん、持ってきていただきましたけど、うん、どんな感じの曲のイメージというか、自分はこういう思いで作りましたとか、こういう、はい、例えばハードロックが好きでそっちに近いとか、はい、なんかありますか？まあ、コンセプトにしてるのはメロディアスなハードロックをやりたいなと思っています。なので結構ポップなメロディにハードなバックのサウンド。なるほど。っていう感じです。ということはギターはギンギンに歪んでる感じですね。ギンギンに、そうですね、歪んでる、ね、ただアコースティックの曲も2曲くらいですかね、うん、今回入ってるので、うんうんうん、幅広く書いてます。そしたらまず曲を聴いていただきましょうかね。はい、どれをおすすめ、じゃあこれをぜひ聴いてもらいたいという、はい、じゃあこっちかな、最近こっち、こっちの、うん、はい、アルバムで去年リリースしたアンセムズっていうアルバムの声をっていうリードトラックを聞いていただければ。はい、はい、じゃあ、そちらを聞いていただきましょう。はい、ということで、この曲ですね、声を聞いていただきました。はい、そうですか。いや、たまたまですね、うん、ミクシーでお友達になっている、
ドラマーの庄司さんという方がいてですね、うんうん、でまあ、Facebook でもつながってるんですけど、はい、まあ、ラジオ番組やってるんで、うん、何か紹介したい方いたらどうぞって言うと、速攻連絡が来ましてね、はい、自分がお手伝いしている女性のっていう、ぜひいいので取り上げてくださいっていう連絡が来て、そこからですね、はいはい、まあまあまあ、本人も叩いてるということで YouTube 音源聞かせてもらって、うん、あ、その庄司さんと、そう、アルバム全体叩いていただいてると、うんうん、あとプログラミングとかも結構お世話になってるので、あ、なんか打ち込みとかでドラムの音源とかやってるもんね、はい、そうなんですよ、そんなんできそうなタイプちゃうねんけど、プロちゃんとその庄司さんは、うん、ミクシーのつながり、そう、ね、ドラムコミュニティにいて、ああそういうことか、で彼はそのレッスンとかをやってるから、うん、まあ、結構ねいろんな人にこうアドバイスをしてやってるいうので、うん、こうちょこ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 見てたのよ、うんうん、で何かのセッションに行くっていう書き込みを見て、うん、うちの近所やったんで、うんうん、でそこで会おうって、うん、年末やったかな、いつか何年か前ので、あと大塚でなんかセッションやるからとか一回行ったかな、そういう、まあ、ドラマーとしてのちょこちょことしたお付き合いの中から、うん、頑張ってるみたいだよね、うん、そうなんですよ、だからびっくりしてですね、野獣みたいなやつから、はい、かわいい女の子が出てくるとは思わなかった、言っちゃっていいんですか、どうせ聞いてない、あ、聞くかもしれんよね、聞いてると思いますよ、絶対聞くよね、絶対聞くよね、この回は聞くんじゃんそう、うん、だからそれだけ本人も気に入ってるんでしょう、うん、ね、そうだと嬉しいですけど、ね、絶対そうですよ、スクエアが好きなんですって、はい、大好きです、今は T スクエア、T スクエア、びっくりするな、ね、うん、だから今度の平常のセッションの時は、うん、お客さんじゃなくて、うん、おいで言って、もう恐縮です、うん、本当にこの慶三さんとか豊木さんにこれ渡せるようにね、はい、持ってきてもらう、そうそうそう、恐縮ですけど、せっかくやもんな、うん、そうそうそう、ちょっとしたら、じゃあなんか依頼があったらライブの時声かけてって言ってくるかもしれない、あの人たち、いやいや、そのことそれはないです、女の人たち大好きなんでうわこれマジかいやだ、それはね、なんか自分の子供ぐらいの年代の若い可愛い女の子がやってたら、うん、おじさん、お父さんみたいになって応援してあげようかなって思うわけじゃないですか、応援したいわ、100年早いですよ、絶対なる、絶対なる、豊木さんもね、今ちょこ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 いろんな仕事やってるし、やってるやってる、慶三さんもスクエア以外の活動が多いでしょ、そうですね、いろいろやってらっしゃる、うん、全然いいんじゃない、いやもう大尊敬の方々なので、うんうん、いやそれはね大丈夫ですよ、言っといてあげるありがとうございます、ね、そうですか、スクエア好きってね、なかなか若い人で、そうそう、まあ、いないこともないけど、うん、ずっとやってるバンドなんで、はい、うん、僕このいおりさんが豊木さんとすごい仲がいいんですよ、はい、そうそう、まあ、それのきっかけで、うん、ソウルキッチンでファーストシングルを出した時に、はい、聞きもしないのにいや一応聞いて聞いてコメントをね、推薦文を書いてくれたっていう、書いてもらって、そう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 、え、聞いてないけどいいんですかって言ったら、あ、 YouTube とかで一応ねデモ聞いてるから、うん、ということになってそうそうそう、書いてくれた推薦文が、そうそうそう、うん、でアルバムの時も、アルバムの時は今回は真面目に聞くわって言って、事前にできたことがあったそうやったな、そうそうそう聞いてくれたんですよ、そうなんです、うん、で慶三さんはたまたまその俺がライブをやった時に、そのギタリストの松尾さんという方が、あ、キーボードじゃあ慶三君にお願いしようっていうことで、うん、一緒にライブやって、うん、それからですね、なんかいろいろあると声かけてくださいって言われて、うん、で8月の錦糸町の前でやる某ジャズフェスティバルに声かけてたんですけど、はい、出演ができないということで落選したので、うん、そうなんですね、うん、ねえ、その時は慶三さん体上げててくれたらしいよ、no.
残念残念やな。いやスクエアつながるってほんまびっくりした、さっきちょこっと喋ってたんやけど、うんうん、聞き出した時にサックス本田さんやったんやったっけ、あのまあ生まれて聞き出した頃ですかね、うん、本田さん自分であこれはええわと思って聞き出した時には、うんうん、ドラマーが坂東さんや、坂東さん、あそうだよ、坂東さんと実はそんなに年違わないんで、うん、そうだよね、うん、けどもう30ぐらいになってんじゃないのかな、30多分ちょっと、ね、えそうかな、うん多分、うん、入った時は27歳だとね、うん、そんな変わらへんのかな、うん、そうですか、うん、だから俺スクエアというとあとは宮崎くんが地元が神戸なんですよ、はい、で僕も神戸出身で、でフュージョンバンドをやってたんです、うん20、21ぐらいの時に、はい、でサックスジャズ喫茶のマスターの紹介でサックス入れる気あるって言われて、うんうん、でギターのリーダーがいいですよ、それが大学生だけどすごいいいのがいるのよっていうのが宮崎くん、おーそうなんですね、結局あやりましょうって言ってそのまま顔合わせする前にそのギタリストの古川元明っていうのが、はい、転勤で、うんうん、コナミにいたんで、うんうん、ゲームの曲を作ってて、はい、そうそう、で転勤になって東京行っちゃって活動中止になって、うん、で実現しなかったんですよね、まあちょこちょこそういう話でセッションやるたびに連絡取るんだけど、はい、忙しい人なんで毎回来れないっていう、ねうん、彼がなんか知ってたり、はい、あとはそうだな、俺はドラムののりたけさんが結構スクエア入る前にそうやそう、そうそうそうライブ見てて、うんで、まあ、東原力也っていう人にローディー坊やでついてたんで、彼のライブの時に神戸の時に来たのよ、うつしょうかこいつスクエアに入んねんで、うん、まだオフレコやけどって言ってそのジャズのライブで1曲叩いた時にめちゃくちゃうまかった、へ、まあ、20歳ぐらいやったかな、うん、すっごいうまかったよね、そうなんです、うん、まあまあそういうつながりがあって、神戸ご出身だと、うん、もう、うんジャズフュージョンの街っていう感じじゃないですか、そう、うん、ジャズはね、うん、小曽根誠さんのお父さんがやってるジャズ喫茶、うんうんうん、ソネっていうのが有名で、はい、で神戸でフュージョンというとやっぱりその古川元明がやってるボイジャーっていうのがやっぱり有名だったんですね、うんはい、うん2年ぐらいやったかな誘われて、うんうん、で、まあ、その人が転勤になってどうしようかなドラムギター探してんけど、いやその人より上手いのおらんってなってもうやめようと思ってで俺しばらくやってなかったっていう、そうなんです、そうなんですよ、まあ、彼めちゃくちゃうまかったからね、うん、若手で須藤さんとか田中さんとかみんなアルバムに参加してるぐらいの人なんで、そうなんです、で、スペインはギター一本持って演奏してきて、はい、はい、えこっちでは活動は予定は特にないんですか、日本でまたライブやりたいなと思うんですけど、結構ソロでバックバンドをこうつけてまたやっていくっていうのは結構な経費と大掛かりな感じになっちゃうので、しばらくは海外イベントにこう一人で行くっていうのを続けたいなと思ってます、うん、日本でライブやるよりなんか大掛かりじゃない風に海外のこと言ってないそうなんです、普通は海外の方やもんねまあ、一人だから楽だから海外行っちゃうわみたいなけど、なんて言うんだろう、そのバックバンドとしてプロを集めてしまうとね、当然お金かかるけど、 はい、そこら辺はプロであっても本人が気に入ればね、うん、全然協力してくれるし、紹介してくれる、そのドラムの子なんかも紹介してね、はい、あどうだろうな、いや俺言うとギャラ請求するなって言っとくからそれはもう本当に、うん、ねえ失礼のないようにやりたいと思って大丈夫ですよ、いやというか仕事として呼ばれるとねやっぱり、はい、ねえじゃあまあ最低でも足代とかってなるかもしれんけど、うん、曲を気に入って一緒にやりたいっていう人もやっぱ周りにはいると思うんですよ、はい、まあ縁だと思うんでね、そうですね、うん、そしたらね、うん、だから僕らがそのクロコダイルとかでライブやるときにやればいいよね、そうやん全然、うん、
そうです。一応決まってるのは来年の2月の14日なんですけどね。そうなんです。3周年記念でやろうっていう、そういうのがあったら声かけますんで、ぜひ。ありがとうございます。ね、まあ最悪ベース弾けるし、最悪とかギターもコーラスぐらいはできるかも。最悪後ろで歌うし、うん、一応周りには弾けるのはいっぱいいるんで、はい、ドラムはその庄司さんに言えば、はい、もうただでやりなさいっつって、いやりなさい、キャラ上がってますよ。大丈夫、来てくれると思うよ一回ぐらい。しょうがねえな、俺の前だとあんまりギャラの請求できねえなって言うかもしれないですね。そうですか。まあせっかくだからね、うん、やっぱりライブをやって見て、ああいいなで CD 買おうかなみたいな流れになりやすいんで。そうですね、うん、うん、バンバン、まあねえ、やり方を間違えるとね、なんかいくらいっぱいライブにあちこち出まくってるけど結局いまいちっていうケースがあるけど、その辺はこうちょっと見極めていけば、はい、うん、全然大丈夫だと思いますよ。で結構いいなと思ってるんで、あのハイレゾ音源の配信とかもいいかなとか思って、うん、知り合いに相談してるんですよ、はい、うん、だこれあのファイナルミックスのマスターがあの 96K の 24bit だったら、はい、それ用にマスタリングすればあのハイレゾで出せるんで、はい、多分あるでしょう。そうです、そういう状態で庄司さんに言えば多分出てくると思う、はい、入れずにしてね配信してもいいかもとか思ってますんで、はい、頑張ってくださいね。ありがとうございます。まあ、今回のゲストはるかさん、シンガーソングライターでお届けしましたが、はい、次回もまた同じパターンでいきたいと思いますので、うんうん、もう一周よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ソウルキッチンとはるかでした。孤独も知らないまま